おおきに。お母さんのまゆです。私は今立山駅の前にいます。今回のお出かけ登山は立山でのテント泊です。これからケーブルカーとバスを使って室堂を目指します。そして雷鳥沢でテント泊をしたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってきます。ナッツさんは気持ちよく寝てます。はい、今からバスに乗ります。室堂までラッコ紐で行きたいと思います。標高が高くなってきたので、ナッツさんに耳抜きをしてもらうために授乳をしています。バスから降りて室堂に着きました。今休憩所にいます。高度に鳴らすために再度授乳をしています。ナッツさんいっぱい飲んでくれています。授乳が終わったら雷鳥沢キャンプ場に向かいたいと思います。はい、とてもお天気が良くていい景色です。これから雷鳥沢に向かって歩いていきます。ナッツさんは初めてのサングラスです。ご機嫌さんです。それでは雪を楽しんで歩いていきたいと思います。行ってきます。
はい、御栗ヶ池に着きました。今は一面雪が張って水は見えないです。はい、分岐に来ました。ここから雪道なのでアイゼンをつけてまっすぐ進みたいと思います。それでは行ってきます。はい、アイゼンをつけました。そしてここでサンシェードをつけました。準備完了です。それでは行ってきます。ナッツさんはごきげんさんです。はい、雪の立山初めて来ました。雪の白と山の黒と空の青がとても綺麗です。はい、噴煙が見えます。硫黄の匂いもします。はい、大頂上に来ました。第一頂上はキャンプ場が下に見えます。もう少しです。行ってきます。ナッツさんは、ぐーぐー寝てます。はい。昨日まで晴れるか心配したんですが、今日のこのお天気とても嬉しいです。大頂上キャンプ場までもうすぐです。行ってきます。大頂上キャンプ場に着きました。お疲れ様です。はい、それではここにテントを張りたいと思います。今回もお父さんは大きくて重たい荷物を背負ってきてくれました。はい、テント設営完了しました。ベビーキャリアはフェルトの中にしまいました。それではテント泊楽しみたいと思います。ナッツさんはお腹ペコペコです。Thank you.
おはようございます。今日はあいにくの曇り空です。時々緑に近い雪もちらちら降っています。昨晩は想定していたよりも冷え込みも少なく、テント内でも快適に過ごすことができました。ナッツさんは時々夜中起きたのですが、すぐに寝てくれました。今日は元来た道を戻ります。最後まで一歩一歩丁寧に歩いていきたいと思います。それでは2日目スタートです。ナッツさんは朝からすやすや寝ています。標高差およそ500メートル、距離はい、下山してきました。お疲れ様です。はい、今日のお山はなんといってもとてもお天気がいい日に立山を眺めながらナッツさんとゆっくりテント泊できたことがとても嬉しかったです。また今回ケーブルカーとバスを使い山に行きました。公共交通機関を使ってナッツさんと山に行くことができたので、今後の行動範囲も広がりそうです。またナッツさんが大きくなったら一緒に登りに行きたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではおおきにー。